はい、皆さんこんばんは。さあ、今回は海外のインディーズサイトにありましたこちらのゲーム、サイレントステルというゲームをやっていきたいと思います。これは何でも金縛りの実体験だかなんだかが元になった作品っぽいですね。金縛り怖いですね。私もね、金縛りにはならないんだけどね、入眠時幻覚っていうのをね見ることがあって、これ結構ね怖いんですけど、この間は寝室の入り口からおばちゃんがガチャッと入ってくるのとかね、子供がベッドの脇に立ってるとかねを見て、はって気づいて、はって気づいたらぼーっとそういう風に見えてて、はって気づいて手伸ばすとふって消えるやつですね。最初怖くてですね、いろいろねお医者さんとか相談したんですけど、普通にそのストレスとか、あとは睡眠障害とかで起きやすいことらしくて、皆さんストレス社会の方はね、ちゃんとストレスに気をつけてやってきた方がいいと思います。ホラーゲームやりすぎではありません。早速やっていきましょう。そう、入眠時幻覚の話すると、ね、みんなで驚かれるんだけどね、割と多いらしいですね。さて、今日も仕事が疲れたって言ってますね。 Very hard work Very tired。 そしたら待って、全然マウス動かねえ。待って、マウスの選手を上げまくろう。上げまくっていいDPI14000 とかになってる。はい、で真っ暗だね。買っちゃ、あ、電気はつけられる。はいはいはい、いいお家ですね。いいお家に住んでます。ここは、ここもライト。おお、リビング、立派なお家。早く寝ましょう。で、あー、バッグをソファーの上に置いてください。だってごめんね、ちょっとね、鼻声少しずつ治ってきたんだけど、咳が止まんなくてね。毎年7月に苦しんでるので多分アレルギーですね。よし、おしっこしなきゃ。はーい、おしっこ。こっちがトイレかな。なんか立派な扉ですね。ん、開いた。なんかね、ボタンを押してもね反応しないな。大丈夫か、真っ暗だね。パチッ、おしっこしまーす。カチャ。便座を開けたってことは男か。まあ男の人っぽい家ですね。あー、すごい ASMR だ。ジョボジョボ ASMR。 ちゃんとジッパーも開けましたね。開けました。よし、 OK だ。電気を電気を消しましょう。だってバカ高いってさ、家賃ね、電気代が。まあいいのかと。で、この後どうすればいいんだ。夕食も食わずに。母ちゃん、夕食も食わずに。はい、寝室の扉が開きました。暗そう。着替える必要があるんだって。パチ。なんかね、めちゃくちゃ重くて扉が開かないね。なんでだろう、この絵の扉って。うん、開かない。なんなの。開いた。この家のさ、扉さ、開けるのに1分ぐらいかかるんだけど、すごいタイムラグだな。パチ。着替えるスペース。あ、スペースで着替えるのね。タイムラグすごすぎて、もうすでに怪奇現象始まってんじゃないかなと思うけど。そしたら、簡単に眠れるようにこの部屋の明かりを消します。だって扉も開けっぱなしだけどいいのかな。じゃあ電気を消しますと。クローゼットの電気も消したいんだけど、消せないのかな。出ないっすね。じゃあクローゼットはつけっぱなしでいいのか。あ、トゥースリープ。半端だね。扉も開けっぱなしだし、クローゼットの電気も消さないというな、徹底したよくわからない感じですね。
神様、私はとても疲れてるので明日 は仕事のために早く寝ます。だってこれクローゼット閉めたっけ。すごいこの視点、相当枕高いねこれね。相当枕高い位置で寝てますねこれ。首痛くならないかな。スリーピング、眠りについてます。このまま朝になってしまったら、正直な話何でもないけど、ただ疲れた男の日常になっちゃいますね。悪夢ですね、ナイトメア。ああ、悪夢を見た上で金縛りか。それは怖いっすね。やっぱクローゼット電気ついてんの。待って、動けない、動けないよ。声が出せない、どうすればいいですかって。私は本当に起きてるんですかって。動けないし声も出せないと。え、誰か来た、助けて、私今動けないの、金縛りを受けてるのよ。なんか電気消えた、電気消えたね。え、何、ハロー、ハローゼア、誰かいますか、もしもし誰かいますか。確かに、あ、電気ついた、ついたら消えたりしてる。どういうこと、誰かいるのか。あー、リビングの電気が消えた。目が離せないんだけど。いや、こうやって動けない時にね、そういう現象が起きるとやっぱりなんか勘ぐっちゃうよね。これやっぱ幽霊の仕業かと、余計怖く感じる。本当に動けないんだけど、首しか、あ、誰かいる、誰かがキッチンにいる。キッチンにいるのは誰ですか。女の人っぽいのがいるね。そこやっぱ開けとくからよくないね。うわ、消えた、開けとくからよくないよね。そこのドアを閉めとけば、ん、閉めとけばよかったのに。あ、電気ついた、またやべ、ああ迫ってきてる、見て、ファック、なんてことだ、あなたは誰、確実に迫ってきてる。ん、何、何、ヘルメット読めなかったね今。メット、ああ、クローゼットがついに音がする、音がするよ。誰かいるの、誰かいるの、誰か来てるか。あ、消えた、大丈夫そう。いやいやいや、入ってきた、入ってきた。いや、普通に入ってる。低い体勢で入ってきてる。やべ、は、疑似反動の時の音。何、歌？歌が聞こえる。これ目離して大丈夫なのかな？起きろ、起きろ、起きて、起きて、動いてよ、起きないと、早く早く起きて。おう、起きた、うまくいかない、動けない、やばい、誰か来てる。誰か今言った、誰か言った。あー、スケベな感じ。朝起きたら義理の妹に起こされ、馬乗りで起こされるような人生で、そんな人生が良かった。
義理の妹も妹もいねえけど。動けないね。まだ動けない。おおおお、今のすごい。なんか 上にあるのかと思った。思わずびっくりしてしまった。いいねいいね、普通にびっくりした。上向けんのかと思って。やりますね。私を驚かしてくれるなんて、私を驚かしてくれるなんて。今日ちょっと喉の調子が悪くて申し訳ないね。はい、サイレントステルでございました。ほんと短いね、あれでしたけども、非常に怖さが詰まってましたね。動けない中で透け放題こう幽霊が迫ってくるのね、もうなすすべもないっていうのは本当に怖いと思います。はい、ぜひ、ね、こちらね、海外の作業になります。皆さんもね、夜寝るときに、ね、金縛りには十分注意しましょう。お疲れ様でした。